粗品です。せいやです。うん。まっすぐ。さあせいやさん本日は、君たちはどう生きるか感想レビュー。見た。本音感想、そしてネタバレあり。あり。回となっております。だから君たちはどう生きるか見てない方やめてください。はい。ネタバレございます。ございます。私昨日見てきました。お疲れ様でした。君たちはどう生きるか、まあ、ジブリの最新作で、はい、まあ、告知なし、はい、これ広告打たず、そして内容もどんなんか全く知らないんですよね、みんな知らんね。で、まあ、多分おそらくですけど宮崎駿監督、まあ、最後の作品になるんじゃないかみたいな、雰囲気ね、まあ、全く分からんけど、うん、まあ、とにかく話題なんで、話題、まあ、私見てきました。どうでしたか？ここから本当に本音になります。はい、本音、わからーんなるほど。もうマイルドに言って映画監査ですね。映画監査、そう、もう正直わからんかったな。うん、難しかった。いや、これがね、意見分かれると思うんですけど、この見た人でわからんけど、うん、これはなんか意味があるんやと、うん、あ、これはこういうこと、これはこういうこと、これはこういうこと、はあ、じゃあ俺が知識足らんだけなんや、うん、っていう人と、うん、いや何がおもろいかわからなかったなっていう、うん、もうただただ面白くなかったなっていう2つあると思うんですけど、うん、はい、面白くなかった方です。おお、なんか深い意味があったとしても、ええ、おお、な、面白くなかったですね、俺はね、個人的に。珍しいね、そういうこと言うの。まあ、お金払ったお客さんなんで、一応面白くなかった。うん、だから別に、いや、強制しない、いや、これがせいや分かってない、お前映画見る資格ないって言われても、逆にごめん、俺はちょっと分からんかったなって感じ。その、うん、まあ、ジブリいっぱい見てきたし、はい、要はね、なんか千と千尋の後半って俺あんま個人的好きじゃないのよ。はい、千と千尋好きやねんけど、前半わかんねん、この結構主人公の目線とか、うん、世界に入ってうわーみたいなパニックってる、うん、で後半から結構この主人公の気持ちがわからんようになってくるねん、ジブリの。俺はな、うん、千尋の気持ちがなんかゼニーバに会いに行くらへんで、うん、なんで急にこんな世界に慣れだしたんみたいなのもわからんし、うん、なんかどんどん世界だけが動いていくのよ、うん、なんか後半級加速すんねん、ジブリって。なんか俺のイメージ、うん、ポニョも、うん、ポニョも途中までおもろいやん、うん、最後の辺なんか急に加速して、何が何だか分からんようなんだよ俺、ついていかれへん。そう、うん、でそれが感動するとかができへんくなっちゃうのよ。なるほど。なんかそれがより強かったなと思って、今回君たちはどう生きるか、なんか、うん、千と千尋の最後のわーってポニョとかもわーってなる、うん、そんなあったっけみたいな、これなんやっけこれ、うん、伏線というか、あとこいつの気持ちわからんわって離れる場面がいっぱいあるというか感情移入できない、できなかったね。いや、まあ途中まではワクワクしんけど、え、見た人います？お、え、正直俺に気使わずどうでした、ミスさん？あ、僕も結構意味わかんない、うん、多分普通に見たら意味わかんないですよね。白滝さんどうでしょう？あ、僕も一緒で、なんかその主人公の選択をなんか一生懸命分からんとしないと、なんかよく分かんないなって。あ、そう。でも評判いいんじゃないですか？どう？評判は普通？まあ、見に行くっていうこと自体は楽しいんですけど、なんか作品としてはよく分かんないなっていう。2回は見ない、はい、だからよく分からんから、あ、そこ、こういう意味ない、こういう意味ないや、うん、みたいな、はいはいはい、深いって言う人もおんねんけど、うん、いや俺そんな吹かないんちゃうかなとも思っちゃいましたよ、その吹かない吹かない、別に吹かない、深くしてるだけで。でもあれやろ、ポスターに出てる鳥がもうそのままこう出てかっこよくやってくれんのやろ。いや、あれも出てくるんですけど、うん、なんかちょっとちゃうかったポスターの鳥とちゃいましたよね。ちゃうって、アオサギが出てくんねんけどそいつがめっちゃメインやねんけど、主人公をいざなったりとか、うん、途中助けたりする、まあこいつがまあ結構鳥がメインやねんけど、あのままやろ。いや、なんかお待ちしてましたいや、ポスターと全然違う鳥やった。だから俺違う鳥出てくんのかなと思ってた。あ、なるほどなるほど、うん、そんなちゃうんや。ポスター早めに書いて、早さ
なんか分からなかったんじゃん、多分。早尾さん分からなかった俺のジブリの、このそんな詳しいないけど、知識的に宮崎駿さんってなんか好きな絵を描きたい、うん、このこの、こういう絵を描きたいっていうので、わーって作るようなイメージがあるんですよ。こういう絵力とか。だからそういうのが強かったかなって、今回も。この絵、このわーっていう絵を、なんか、結構バーンって乱立じゃないけど、なんとなくで結構、うわーって作っただけで、そこまで別にこの映画に対して、いや、人生の生き方こうですよねとか、宮崎駿さんのこの、まあ、ちょっとあるらしいねんけど、あの自分もそういう工場で昔幼少期育ったとか、それを投影してるんだこれはみたいな、はいはい、そうなんやろ、まあ、そこまで別に宮崎駿さんもこのメッセージ受け取れよって感じじゃないんかなって、好きな絵描きたかっただけちゃうかなみたいなもちょっと思ったんですよね、途中で。共感できますかそれは。うん、全然僕の意見なんで、だからそう見てたら、まあ、ネタ作りみたいに見ちゃって、うん、まあ、途中でなんか塔みたいなの入るんですけど、男の方は要はもうその世界のルールなんですよね、全部。ああ、もう全部わけわからん、鳥が人間食べたりとか、この鳥が支配してる国で、うわーっていろんな、もうここの墓は入っちゃダメだ、この門なんで開けたんだとか、うん、あいつらは人に生まれ変わるんだ、ペリカンが食べたとか、もう要は振りなんですよ、全部、うん、振り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 みたいな、うん、それがあんまやっぱ回収されんまま終わる、全部。あれ何やったんや、あれ何やったんやとか。ああ、だからなんかそういうなんかもう設定どんどん重ねていくだけで終わっちゃったなっていう、もうなんかそのそれやった千と千尋ぐらい、その振りがうわーってなるような絵力とか、もっとやっぱ千と千尋の僕は劣化版に感じました。ああ、結構言うね。うん、まあ個人的な感想なんでね、なんか柿沼さんとかぶち切れるかもしれない柿沼清志何しかの人もなんか映画の評論してますよ、元 YouTube のカメラマン。ああ、ほんまや。いや、ほんまにだから別に腐したいとかじゃなくて、君たちはどう生きるか、うん、いやここが面白いんすよみたいな人おったらなんか教えてほしい。谷沢君と小林さんも見てない？あ、見てないか。見に行こうかな俺。逆に気になるでしょ、でもこんだけ言われたら。めっちゃ気になる。笑ってまうかもしれない。でも、いや俺は分からんし、その分からんとこ別に吹かないって感じちゃいました。宮崎駿さんがもうやりたかったイメージをつなげただけちゃうかなって、もうほんまうわーって。でも声優陣の人とか、うん、キャストはすごいのに。もったいない。じゃあまあもったいないな悪い方に誘導してる。調子悪い。宮崎駿さん一回休んだ方がいい。スランプ。スランプやね。スランプか。で、若い時の方が良かった。俺にやらしてくれ。そこまでいっちゃう。応援やっちゃう。いや俺は別にジブリ嫌いとかじゃなくて、やっぱラピュタとか、うん、やっぱ主人公の感情移入がなんかすごい、なんかラピュタとか。そうやな。あれ一番好きなジブリ作品なんな？俺ラピュタ一番好きですね。あ、そう。ラピュタとか魔女の宅急便とかは好きやねんけど、うん、ちょっと分からんかったな、ほんまに。シンプルに言うと残念。うん、残念やった。その映画見に行ったし、お金払って感動したかった。泣きたかったな。泣きはできんかったな、やっぱ。途中ちょっとおってなるとこいっぱいあるんですよ、その、うん、めっちゃ楽しめ、塔にいざなわれていくとことか、うん、うわ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 ってなんねんけど、うん、ほーって途中ちょっと。確かにそのボケ弱くて回収もなかったら何やったみたいなあるもんな、その振りやったら。そうそう、 お笑いで言うとめっちゃずっとシュールな設定だけ、うん、うわーって、そらそら変なこと言わな、変なこと言わな、変なこと言わな、うん、あ、それがボケやったんやって。なんかないんや、別に。それは無理やろっていう。でも誰でも作ろうと思えば作れるみたいな。まあだから、全員の別にできることを代表してやって。お前が悪い。お前が悪い。そうか。はちゃめちゃってこと？そうやな。ちょっと俺は個人的には、まあ、千と千尋の劣化版に感じたな。最後の作品なんやったら、解説ぐらいしてほしいよな。
そのここはこういう意味でみたいな。いやそんなないんやと思うで別に。あ、意味ない。いやこれはこういう作品やってだけやと。これはだから宮崎駿監督のこの作品に対しては何も思うけど、これをこれめっちゃ深いやろみたいなムーブに対して、そのいや別に感動もせんかったし分からんかったから普通に分からん映画やなって。なるほど。いやあそこのあれ小指ですよとかツイッターとか見て結構おるからさ、うん、あれは私ではもう映画力じゃ分からない映画だみたいな。いや、うん、そこまで思ってないんちゃうって宮崎駿監督。なるほど。いやごめん好きなもん作ったわ、うん、売れそれが売れてるからすごいねんけど、うん、っていう感じしました。はあ、まあ君たちはどう叩くか。俺はね、俺やろ別に君映画ファンたちジブリファンたち君たちは俺をどう叩くか。叩かんやろ別に。どうでした。皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。